水町と能登町の方を視察されたと思うんですが、まず被災地ご覧になっていかが思いますでしょうか。まずお見舞いに現地に参りますことが遅れました。そのことのお詫びを申し上げました。2点目は2回ともヘリで上空から視察しておりますし、状況は理解しておりましたし、また現地警察消防自衛隊からまた大森町長からも、西田先生からもですね、日々報告はいただいておりました。その再確認を今日改めてさせていただきました。率直に言いましてですね、水と仮設住宅、何としてもこれは急がなきゃいけない、当初から申し上げていた通り、生きるためにですね、水がないとダメです。また仮設住宅の重要性、能登町穴水もそうですが、土地が限られています。また土地が決まっても業者の数が限られています。業者の皆さんも金沢のホテルに泊まって通っておられます。そういったロスを解消するためにもですね、やはり七尾とか中野とや穴道でも大丈夫なところもございますので、そこを中継点に水、物資、また復興の作業をしていただく業者の皆さんの拠点が必要だなということを改めて実感をいたしました。何としてもですね、皆さんもご理解いただいているご高齢の方がほとんどで、この町を離れて生きていけないという切実な声があります。その声に応えなければいけない、今日改めて実感しました。実際にこう被災者の方であったりとか、現地に入られている職員の方とかとお話などはされたんでしょうか。はい、させていただきました。なんかどういったなんかお声が特に印象に残っているんですか。水です、水です。やっぱりそして仮設住宅、住むとこです。やはり、命のために二次避難をお願いしてきました。昨日記者会見した通り、おおむね、応じていただきましたが、こうした避難所、また避難所ではない中でのビニールハウスとか納屋においでる方も、この土地を離れがたいという思いが強くありまして、その方々に対してもですね、自衛隊の皆さんに物資の支援いただきました。やはりこのことはですね、感謝しながらも、それいつまで自衛隊にもお願いできるのかという、正直私も葛藤もあります。そういう情報を全部町長にもお伝えした上でですね、新年度、春新年度になるまでにできる限りの仮設住宅、またみなし仮設住宅、こう準備を加速させたいと思っています。そのためにもね、もう一つ、皆さんも大変だったと思いますが、道路です。業者の道路も10トントラックなど入れるところと入れないところがありますので、ここは地域ごとに交通規制もさせていただかないと、仕事が復興の仕事がはかどりません。電気、水道、土木、農業関係もそうです。この復興の作業が遅れたら、結局ふるさとに帰れる人もその時期が遅れてしまいます。改めてですね、こうした交通規制、またボランティアの方々にもちょっと制限をしながらも、まずは水とここで住める仮設住宅、これは最優先と感じました。改めてそうはいうものをですね、被災した子どもたちが白山に行ったり金沢に行ったりと集団で今移転をしてもらっています。その生活も大事です。またこの今の現状になるにあたってですね、
発災の翌日からどん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 自主避難された方もおられます。その方のデータをうまく付き合わせてですね、確認をして今いるところから一日でも早く元いた場所に戻れるようにこの方針でやりたいと思います。代表からそのがご質問ある方いらっしゃいますか。朝日新聞ですけど、お名前もお願いします。朝日新聞の伊藤と申します。お疲れ様です。被害総数なんですけど3万棟近くになっているそうですけども、どんな見通し、もっとさらに増えると思うんですが、どんな風な見通しでしょうか。それともう一つ、それが増えると今日見ておられてもまだ瓦礫の処理が始まってないですけれども、そのあたりについて見通しなり、大変な状況だと思うんですけれども。おっしゃる通りです。具体的な何件までという見通しをつけることは今市町の皆さんに急いでいただいています。見通しは当然仮設住宅とか帰ってくる皆さんのインフラ整備に直結します。この見通しを一日でも早く立てることが大事です。これ1点目です。2点目もその通りで、まず瓦礫のですね処理、そして全壊半壊とは当然進めませんよね。進めません。そうするとその瓦礫を処理するときに一旦はですね、どうしても探しておきたいものとか、そのご家庭にとってなくてはならない、アルバムとかですね、そのやっぱり確認をしていただいた上でとなると思います。そのことを前提としながらも、ここはやっぱりボランティアの方にも来ていただいて、災害ごみ、瓦礫のまず中間貯蔵施設への運搬、中間貯蔵施設で仕分けをして最終処分をどこでするか、この3段階ですね。まずお住まいだった方や、どうしてもこれはもう瓦礫として処理しなきゃいけない方に一度やっぱ確認をいただくという作業は必要で、2段階目が中間貯蔵で仕分けで最終処分と、これについても国の制度はありますが、朝日新聞さんご指摘いただいたように、私は東日本大震災も発災から 2,3 週間後に行きましたが、ちょっと想像を絶する違う意味でのですね、インフラの寸断、このことを踏まえた対応が必要だと今日改めて認識しました。ごめんなさい、中間貯蔵というのは仮置き場のことですか。あ、そういう意味です。はい、仮置き場です。はい、日本経済新聞の神田と申します。本日、関小学校を視察された際、被災者の方から、高齢の方、足の悪い方、お風呂、自衛隊の、お風呂に入れない方がいらっしゃるというお話がありました。そこについて、知事の方でどう対応されるか、お伺いありますでしょうか。はい。順番があるというのは皆さん分かってます。でも、行っても2時間も待たされる、寒い中でというのは切実です。それはすぐ何らかの対応します。また宇川から10キロ行かないとお風呂に入れない聞きました。改めて自衛隊にもですね、お風呂に入れるミッションを増やしてくださいと改めてお願いをします。はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、すいません、元日経新聞高木です。西田先生と佐世知事にお伺いさせてください。今日津波 の, 被害とか見ていると、ふるさとに住み続けたいけれども、また余震とか考えるとまた家建てられるのかな、住み続けられるのかなという不安も同時にあるのかなと現場を見て改めて思いました。こういったお気持ちに対してはどういうメッセージがございますでしょうか。お聞かせください。はい、段階的です。自分の家に戻れるのが一番いいに決まってます。そうでない場合には自分の住んでいた地区に戻れることがセカンドベストです。それも難しければ自分のいた町に市に戻れることが3番目です。
それが無理な場合には自分のいた市や町の近いところの市や町に戻れるのがベストです。という具合にやはり選択肢をお示しをする必要があり、その提供いただいているみなし仮設住宅、全国から提供いただいています。そのマッチング、このマッチングを丁寧にやることが大事だと思っています。多くの被災者の皆さん方が二次避難をされておるわけでございます。本当に地域を離れたくない、しかしながら命を守る、健康を守る、そしてまたこの復興のために進めていただくということで泣く泣く移動されております。戻ってくる際にはやはりインフラの整備をしっかりと進めておく、そのことで被災者の本人の選択肢であったり、また今知事が言われましたそういう段階的な対応をすることによって被災者の皆さん方の地元に対する判断材料もついてくると思いますので、しっかりと支えて支援をしてまいりたいと思います。西田先生は1月1日からずっと地元に入っておられましたけれども、はい、この20日間、はい、どのようにご覧になっていらっしゃいますか。まずは発災直後、私自身も自宅が被災をいたしました。地域住民の皆さん方の状況、ご意見、そしてまたまだまだ被害がどのような状況になっているのかわからない状態でございました。まだ直し、そしてまた僕のと西2町が大変深刻な状況、まあ、その中で退去して、被災地に向かうということは本当に、自らも意しながら我慢しておりました。1週間、経ってから、それまでは七尾市や、近隣被災地、そしてまた1週間後から、ずっと今日まで西2町であったり多くの被災地域の皆さん方のご意見を聞き、直接町であったり知事であったり関係、当局にその被災状況や地域住民の皆さん方の思いや、悩みをお伝えをさせていただいておりました。NHK の住山と申します。今日は実際に足を運ばれて被災者の方と知事がお話しされて、そのいわゆる、いろいろな悩みとかも被災者から聞いたと思うんですけど、その 1.5 次避難とか2次避難に対する知事の、県としてのなんか考え方が少し変わったりするようなことっていうのはありましたかね。一つありました。やはりマッチングと一言で言いますが、実は命を守るのでとにかく ここの場を離れて安全な場所に来てくださいと、このことを申し上げてミッションスタートしましたがですね、やはり最初は男性何名、女性何名とこういう分け方で、ここに何人行くからとこういう分け方でもうそうせざるを得なかったんです。それで実はバスの手配、交通の手配のは普通はだいたい3日前なんですが、もうそんなこと言わんとということで2日前手配、もう1日前手配でどんどん運ぶというミッションをしました。そこでやっぱりお叱りをいただいているのが 1.5 次避難所、二次避難所に入ってからこんなはずじゃなかったとかという声が聞かれました。つまりご夫婦で来たのに、男性チーム女性チームで分かれて入ってもらうとか、あとまさかペットが一緒に来るとは思わなかったとか、あるいは想定していた以上に高齢者の医療と介護、看護のニーズが高かったとかですね、まさしく 1.5 次避難所を作った、ことは良かったと思っています。そこで結構仕分けできていますので、ただいきなり二次避難所にご案内された方には、ホテルや旅館の方にも大変ご迷惑おかけしましたが、送り出す方はもうとにかく命を守り、災害関連死、感染症対策、もう寒いしご飯も食べれないから出てくれ、行ってくれと。受けた方でホテル旅館の皆さんも、実は法律に基づくと一泊三食付きでもともと7000円だったんですよ。それダメだということですぐに1万円に引き上げていただきました。一泊三食1万円と一泊素泊まり、つまり素泊まりでしか
対応できない、まあ、ビジネスホテルございます。この2種類があるんですが、被災者の皆さんも旅館の皆さんもそういう詳しい事情までご存知ありませんでした。十分その通知が行ってなかったので、ご飯あると思ってきたのに素泊まりかよって、まあ、おっしゃる通り、あの人は1泊1万円で3食なのに、私はなんで素泊まりなんだ、まあ、まあこれ挙げればキリがありませんが、そういったことを今現場で、まあ県庁の職員をはじめ、入っていただいたあの業者の皆さんにもですね、特にまあできるだけ旅行代理店に入っていただいてですね、そういうやっぱりあのご意見というのは当然なので、すぐ対応するようにというふうに調整しています。まさしくこのマッチングがですね、大変、まあ、ご批判いただいた方が5000人いるとすれば、5000人分のやっぱりご意見があるということを、まあ、ひしひしと感じています。今後はどうやってそこに対応していくとか、あのまさしく今ちょっと私が申し上げたのはもうごくごくわずかですが、これの県の職員、市町の職員それぞれがあの今調整をして対応しています。なのでどんどんそのご指摘してください。じゃないと我慢していただいたら逆に命に関わりますのでですね、こうやって私の方からはデータの一元化をしようと。でまだ残念ながら 100% マイナンバーカードになっていません。私はこの機会にぜひすべきと準備もしてますが、やはり誰が今どこにいてどんなニーズを必要としているのか、それがデータで分かるように調整してほしい。で県業界団体二次避難先のホテル旅館、このデータが市町に伝わり、では例えばあなたのニーズ、ご家庭によってもですね、おじいちゃんおばあちゃんの介護、病院、自分たちの仕事、お子さんの受験、小学生、保育所、一つの家庭でもですね、6種類も7種類も支援が違います。こういったことにやはりきめ細かく対応するためにもですね、あの私からの大森町長、また国会議員の西田さん、またあの政府からもあの古賀さんや平沼さん来てますから、政府の窓口とともにそこにどん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 支援メニューをしっかりと確立していくと、今毎日いただいたものに、すぐに対応するとこういう状況ですが、それ日一日とですね、そういうシステムを作っていくことが大事だと思っています。ただすでに皆さんのおかげでですね、相談窓口の電話番号は出しています。相談窓口の電話番号にぜひお電話をいただきたいと思います。ありがとうございます。最後にすみません、大森町長にお伺いさせてください、はい、今日被災者の方から町からどんどん人がいなくなっちゃうという不安の声がありました。今は命を守ることが大事かと思いますが、中長期的に能登町をどのように発展させていきたいでしょうか。はい、今まずはですね、町だけではここはできないので、県、国の力を借りながらですね、まずはインフラ、電気、通信、道路、それから上下水道、まずはこの、復旧をですね、早急に行った上でですね、それから各おのおのの地域の、再建に向けた取り組みを行っていかなければならないというふうに思っております。はい。よろしいでしょうか。ちょっとそこ一つだけ。まあ、能登町なんですよ。能登町ですけども、長い歴史があってですね、合併でね、柳田、はい、で小木、宇室、この山地ですよね。松浪、内浦と4つの、やっぱこの地域ごとのやっぱり伝統文化、なりわい、これを復活させないと、これが皆さんの誇りです。この元に戻るんかという疑心暗鬼はあると思います。何としてもそれをなりわい復活、地元の伝統文化で地元の祭りを復活させるという目標を持たないと、やっぱり今二次避難されている方も本当に戻れるのかと、
本当にまたみんなで祭りできるのかと不安だと思います。我々の目標はこの地元なりの文化を必ず元に戻すと、そのためのインフラの復旧と仮設住宅とそういったことを段階踏んでやる必要があると思ってるんで、目標のないところに、ステップはありませんから、目標をしっかり示すということは私の使命であり、西田さんや大森町長ともそこは共有してしっかりやりたいと思います。ありがとうございます。よろしいでしょうか。あ、知事、さっきおっしゃったあの7000円を1万円にするっていうのは県が独自に上乗せするっていうんですか。ごめんなさい、これあの制度を本社に帰って調べていただけばいいんですが、国にも要請しました。国に要請、内閣府の方ですね。内閣府で要請をして、決定をしていただいたということなんで、の本社で調べれば、調べていただければと思います。よろしいでしょうか。それでは、グラサレの方をここで終了させていただきます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。